なんと XRP の創設者の個人のアカウントがハッキングされ、日本円で約161億円相当の XRP が流出。SEC もそうだったんですけど、そんなにこんなにも素晴らしい方々がハッキングされるんだということに結構私衝撃を受けています。今日入ってきている仮想通貨ビットコインの最新ニュースお届けしていきます。皆さんこんにちは、ゆるふわです。ということで、ゆるふわインドバイということでね、今ドバイにおります。なので、投稿の時間だったり頻度がね、いつもとちょっと違います。なんですけれども、もうね、2024年はゆるふわね、超パワーアップして、めちゃくちゃパワーアップして、世界のゆるふわで行きたいと思っていますし、そうなれるように私努力は惜しみません。ぜひ、ゆる友の応援がとっても力となっておりますので、まだチャンネル登録してなかったなという方、まだグッドボタンを押してなかったなという方いらっしゃいましたら、ぜひ今のうちにポチッと押していただけると、とっても励みになりますし、またこのチャンネルの成長につながります。ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。ということで、今日もめちゃくちゃ盛りだくさんな情報たくさん入ってきておりますので、一緒にゆるふわと見ていっちゃいましょう。それでは、レッツラーゴー。はい、ということで、これめちゃくちゃ衝撃じゃないですか？じゃじゃん。誤情報拡散で XRP の価格が急落。リップルの共同創設者、ラーセンさんで合ってるかな？間違ってたら教えてください、ゆるとも。ラーセンさん、ラーセンさん、ラーセンさん何回言うんだよ、みたいな。ラーセンさんの個人アカウントが不正アクセスの被害にというニュースが入ってきています。ね？リップルの共同創設者の方ですよ。ハッキング対策してなかったのかなとか、ハッキング対策してたのに、こういったこの、流出してしまうということになってしまったのかなっていうのね。結構、トゥントゥントゥンみたいな、結構クエスチョンマークが多かったです。SEC の、ハッキングの件とかもあったので、なんかここまでしっかりされている方だったら、ハッキング対策結構してるんじゃないかなとね、私は思ってたんですけど、いつ何が起こるのかわからないのが仮想通貨。こういったね、大物の方でもハッキングされるわけですよ。なので皆さん、今ね、この番組視聴してくださっている皆さん、ハッキング対策、とっても簡単にできるハッキング対策とかもあったりするので、ぜひ、ゆるふわの LINE とかで、メッセージとか、あと Discord とかで、やり方わからない方だったりとか、簡単にできるそのハッキング対策知りたい方ね、ぜひメッセージください。はい、XRP の価格に影響ということで、リップル社の共同創設者、クリスさんの自身の仮想通貨 XRP のアカウントがいくつか不正アクセスされたということを報告しています。で、クリスさんが強調しているのは、これは個人アカウントであって、リップル社のアカウントがハッキングされた可能性があるという情報が、まあ最初にツイッターとかで拡散されたんですけれども、そうではないということを言っています。で、この、みたいな、リップル社のアカウントがハッキングされちゃったの？みたいな誤情報で、一回価格がまあ2%くらい下落し、そしてその次に4%、5%ほど下落をしたということが、海外メディアでも報じられています。ちょっと後でね、XRP のチャート見ていきましょう。どの仮想通貨取引所がいいですか？どこがおすすめですか？というご質問たくさんいただきます。初心者の方であれば、まあ、バイビット、ビットゲット、あとコインダブリュー、メクシー、概要欄にリンク載ってますので、ぜひそちらから、初心者の方はぜひ今のうちに、各仮想通貨取引所の解説をすることをお勧めいたします。なぜかというと、本当に仮想通貨はいつ何が起こるのかわからないので、どんな時でも柔軟に資金を移動できるように、今体制を整えておくということがとても重要になります。そして、なんといっても、スキャムの URL がとっても多いので、私のね、概要欄に載っているリンク、公式の URL となっておりますし、私の紹介で各仮想通貨取引所の口座開設をいただいた方に関しては、完全にサポートをさせていただいております。
わからないことがあったり、出勤できない、入勤できない、何かトラブルにあった時に、全力でサポートさせていただいておりますので、ぜひよろしければ、ゆるふわの紹介で各仮想通貨取引所の解説をしてみてください。はい。ということで、これがハッキングされたルートになります。1,2,3,4,5,6,7,8 アカウントに送金されてしまったのかな。で、各仮想通貨取引所ですね。メクシーだったり、ゲートだったり、バイナンス、クラーケン、OKX みたいなところに、こう、送られてしまっているということなんです。すごいですよね。これがもうブロックチェーンの、メリットですね。どのウォレットに送金されてしまったのかということがすぐにわかります。で、そしてリップル社ではなくアクセスされたのは、このクリスさん自身のアカウントだよということをツイッターで報告し、即座に問題を認識し、各仮想通貨取引所に知らせて、資産の凍結を依頼し、奉仕法機関にも連絡したという説明を今現段階ではしています。リップル社のウォレットは安全で不正にアクセスされていない。そして今回の影響を受けたほとんどすべての、資産が XRP から他の通貨に変えられたことを我々は確認したということをコメントで述べていて、現時点ではリップル社のアカウントがハッキングされたわけではないという報告になっていますが、わからないですよね。これからね、何が報告されるかもわからないので、なのでね、ぜひ皆さんゆるふわと一緒にね、最新情報をね、キャッチしていきましょう。じゃじゃん。じゃじゃん。ドイツ当局。なんでそんな噛むのみたいな。3200億円相当のビットコインを押収。同国で最大規模というニュースが入ってきています。すごいですね。3200円相当のビットコインを押収したことを発表しました。このビットコインは海賊版サイトを運営した利益で購入されたものであると説明。そしてドイツの法司法機関による最も大規模なビットコインの押収だということが述べられています。そしてこの押収したビットコインをどのように使用、処理するのかはまだ決定していないということです。で、次もなんですけど、次もまた没収されています。なんとね、同じタイミングで、イギリスでも2600億円相当のビットコインが押収されているんです。なので、トータルすると5000億円ぐらいなのかな ?5000、6000億円ぐらいなのかなのビットコインが押収されているわけですね。まあ世界で。まあそれ以上に押収されているんですけど、まあこの直近ね。このドイツとイギリス合わせると。このドイツとイギリスが押収したビットコインが市場に放出されることがね、決定されたら結構な売り圧になってくるということがね、今うおーってね、噂がされています。はい。それではニュース見ていきましょう。ロンドン警視庁は14億ポンド、日本円で約2600億円相当の仮想通貨ビットコインを押収したことが分かったということです。これは2014年から2017年の間にかけて、中国で投資詐欺を行ったことで得られたビットコインだということです。押収の事実は1月30日の関係者の裁判で明らかになっているということですね。そして先ほどのドイツと同様、このビットコインを、この押収したビットコインをね、どのように使用するのか、処理するのかというのは、まだこれから決められるということが述べられています。まだ決まってないんですよ。決まってない。そしてね、この容疑者の方は、現在イギリスから逃亡中で、投資詐欺のマネーロンダリングに関わったとされる人物の裁判も現在継続中ということなんです。このね、アメリカのシルクロードでしょ?そしてドイツ?イギリス?次は?みたいな感じになってきてますよね。もう国がね、いろんな、そう、国がたくさんのビットコインを、押収して、今管理、保管されている状況になっています。これね、必ず、覚えておいてください。そして、これを、国が、なら市場で放出します。何回に分けて放出します、みたいな、決定が下された時に、また最新ニュース入ってくると思うので、ゆるふわの動画でお伝えしたいと思います。はい、そして、じゃじゃん。私が今、めちゃくちゃ注目している DP 銘柄の一つです。なんと、コインベースに、
新規上場候補としてレンダーが上がってきています。やっぱめっちゃ注目されてますよ。そう、この間もドバイのね、クリプト関係の方とお話しさせていただいたんですけども、まだこのディーピン銘柄に着目されている方、まだ少なかったです。結構私それも衝撃だったんですけど、なので、ゆるともはもう今からです。注目しておいてください、本当に。それではね、ニュース見ていきましょう。コインベースは31日、新たに上場検討の銘柄を発表したということです。で、今回対象となるのは、レンダーのトークンで、価格は発表前から前日比 8.88 はい、今回対象となるのはレンダーで、トークンの価格は発表前から前日比プラス 8.8% と上昇しているということです。レンダーは今年の9月にビットバンクに国内、はい、レンダーは、ソラナ基盤の銘柄となっていて、すでにバイナンスなどの主要な取引所でも取引がされています。プロトコルであるレンダーネットワークは、分散型クラウドレンダリングプラットフォームであり、GPU のその力を求めるクリエイターをマッチングする市場を形成し促進。レンダーネットワークはクラウドグラフィックス、クラウドグラフィックス先進者であるアメリカの企業 OTOY Inc. の支援を受けている Web3 プロジェクトだということです。ディーピン銘柄なんですけど、今もこのレンダーについてのお話をしましたね。分散型、クラウドレンダリングプラットフォームがこのレンダーなんですけど、ディーピンに関しては分散型 5G だったり、分散型モバイル。これはもうソラナモバイルですね。だったり、分散型クラウドサービスということで、すべてその、なので、分散型何々という言われ方をしていますね。そういったサービス提供しているのが、ディーピン銘柄となっています。で、ディーピン銘柄、何がディーピン銘柄なんだとわからない方、まずこのコインマーケットキャップに行ってください。そうすると、ソラナエコシステムのこの一番最後のところにディーピンと出てきます。すごくないですか？これ追加されてるんですよ。コインマーケットキャップで。で、銘柄出てきます。インターネットコンピューターだったり、ファイルコインだったり、ヘリウムトークンだったりとかっていうのが出てきます。なので、ここにあるトークン、ちょっともっと深く調べ込んでいただいて、比較的今の段階でその時価総額が、上位にあるコイン、インターネットコンピューターだったり、ファイルコインだったり、レンダーだったり、ヘリウムだったりっていうのが、まあ、比較的上の、時価総額にいるので、こういったところをもっとより深く調べて、ちょっとずつ、余剰資金でね、投資していくっていうのは、まあ、いいアイディアなのではないかなと、ゆるふわは個人的に思っています。うっひょ、真っ赤です。綺麗なストロベリーカラーとなっています。いちごカラー。いちごが食べたくなっちゃいました。はい。それではね、ちょっとこれから、トレーディングビューで詳しく見ていっちゃいましょう。はい。現在の価格、ビットコイン42,228ドルということで、5時間前にパウエルさんの発言があり、ビットコインは一時42,400ドルまで下落したというね、ニュースが入ってきています。はい。このね、今チャートを見ていただいてもわかると思うんですけど、どう見てもこれもう上昇に対する迷いがめちゃくちゃ感じられるチャートですよね。そう。なので今みんなその確信を持てない状況にあるというのがこのチャートから読み取れるかなと思います。なので、こう、積極的な買い注文を入れていくというようには思えないですし、もうね、ずっとこの、43,800ドルぐらいから、4万ドルぐらいね。ここのレンジのこの中で動いてるわけですよ。なので、このレンジを上に抜けるか、ここ下に抜けるかという、この大きな方向性をどっちに決めていくのっていう、今、形成段階の。そう。なので、次のね、大きな方向性を決める準備段階ということがね、このチャートから見受けられます。はい。そして、このインジケーターすっごく見やすくって、私はこれ、トレーディングビューで使ってるんですけど、これを使うと、まあ、
クリプトはもちろんなんですけど、日本株だったりとか、米国株の方でも、このインジケーターね、一緒なんですよ。なので、すごく便利で、私すごく助けられてるので、もしこのインジケーター、ゲットされたいなと思われた方は、ぜひ、フォームを提出して、ぜひゲットしてください。それでは、イーサ見ていきましょう。イーサの価格、2276ドルとなっています。もう、ほぼビットと一緒ですね。ここの、2170から、ここの、2330ぐらいの、このね、レンジの中でずっと動いてきています。そう、ユルフアはイーサラブなので、ビットコインよりも、2024年、2025年、パフォーマンス、いいアルトコインだと、私はね、思っているので、引き続きね、イーサめちゃくちゃ、頑張ってほしいなと思うとともに、もう下がってきたら買うっていう意識はもう絶対にブレないです。私はね。はい。それでは次に注目しているソーラーナ。現在の価格95ドルということで、今結構下がってきてますね。はい。下がってきた時に狙うポイントね。79ドル付近がね、下落した時に、意識されているラインとなっています。で、結構最近ソラナに関してはエアドロ系が多かったりして、でエアドロ系は本当にツイッターとかでねよく拡散されているんですけれども、皆さんちゃんと URL だったりとかちゃんと公式からの発表なのかというのを今一度確認してください。もうエアドロは一番初心者の方がカモにされてしまうなんて言うんだろうな、キャンペーンというかっていう風に私は捉えています。で、そのフィッシング詐欺なんかのリンクをクリックしてしまうと、本当に資産全部抜かれてしまったりとかするので、安易にそのエアドローっていう文言が書いてあるツイッターとかのなんかこうリンクをポチポチポチって押すのは本気でおすすめしませんし、なのでどのリンクが公式のリンクなのかわからない方は、ぜひゆるふわになんかこうメッセージだったりとか、ディスコードメッセージとか LINE メッセージとか、あらゆる手段で私にコンタクト取れるようになってるので、ぜひどのリンクがちゃんとしてるのかとか、本当のこのエアドロなのかというのはぜひねゆるふわにご相談ください。はい。そして長期的に注目しているチェーンリンク。現在の価格15ドルとなっています。15。狙いたいの次。14.8。そして次狙いたいの 14.29。次。この段階でね。まあ、13.63 ぐらい来たらね。まあ、なんかこう、現物拾っていきたいかなという思いです。はい。それでは A だ。A だに関しても比較的、ずっとね、時価総額トップ10にいる有望なアルトコインなので、こう無理に本当のミームコイン、だからペッペみたいなアルトコイン狙っていくよりも、時価総額トップ10とか20とかの安定したアルトコインでも全然これからパフォーマンス良くなると私は思っているので、なんか初心者の方はね、結構爆益だみたいな感じで、そういったミームコインを狙っていく方多いと思うんですけど、そのミームコインを狙っていくのであれば、ちゃんと投資家からの情報だったりとか、内部の人からの情報をもらっていない限り、勝てる確率って相当低いと私は思っているので、だったら時価総額トップ10、20にいる、まあ、比較的、まあ、そこでね、もう何年もそこのランク、何年もそこにランクインしているような、安定したアルトを狙っていった方が全然いいんじゃないかなと私は個人的に思っています。あ、そうだ。あと、それでは。はい、XRP 忘れてました。XRP、現在の価格 0.49 ドルとなっています。下がってきましたね。ここかな。0.54 ドルから、今、0.49 ドルでね、下がってきています。現在の下げ幅は、2% となっておりますが、XRP 不正アクセスとの情報で 5% 下落というニュースで入ってきています。はい、次意識されているラインが 0.47 ですね。そして次意識されるラインが 0.43 となっています。まあ、ちょっとね、リップルハッキングのニュースが入ってきているので、はい、ハッキングのニュースね、まあ、5%、まあ、最大で 5% ぐらいだったのかな。っていう、下落になっているので、XRP 触っている方はね、引き続き、ニュースをちゃんと追うようにしていってください。
はい、ということで今日も仮想通貨ビットコインの最新ニュースをお届けさせていただきました。はい、このチャンネルは完全なるゆるふわのエンターテインメントです。数字の桁間違える、言い間違える、カミカミ、もうゆるとも全力でサポートしてください。間違いがあったらぜひ皆さん全力でねコメントください。そのコメントに私本当に助けられていて、なのでこのチャンネルは本当にゆるともみんなで作り上げられているなというのをね、日々ひしひしと感じております。はい、それではね、2024年よりパワーアップしていくゆるふわを今後ともよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。